こんにちは、レーセンです。今日は8月22日木曜日になります。絶食494日目ですね。で、生緑虫開発は63日目。天気は晴れ、いい天気です。睡眠時間は今のところ7時間半ですね。で、日中の室内温度、正午12時45分ごろ計測で29度、湿度は 32% でエアコンは27度設定で入れています。尿回数は2回、時間が今正午12時55分ってところです。まあ、今日も昨日と同じ感じでやっていこうと思うんだけど、もうすでにね、お腹が空いてる。今日はたくさん取っちゃうかもしれないね。だからとりあえずきな粉を大さじ2杯でやろうかな。じゃないとドリンクか酒かすか、まあ、あるいは両方ガンガン取っちゃう可能性があるからね。今日はなるべく抑えられるようにきな粉大さじ2杯でやっていきます。で、まあ、ドリンクは今日は 2.5 ぐらいを目指す。おそらく2リッターはきついんじゃないかなと思うんで、バイオリズムの今日は多分落ち込む日だねと思うから、まあ、2.5 をめどにしたいなと思ってます。で、酒粕はまあ350以下ってところですね。そしたら、絶食494日目始めていきます。1杯目作っていきます。カゴメこれ1を250、とスジャタメラク有機豆乳を250、とあと200だっけ、覚えてねえな、多分200だな。あときな粉、スタイル1のきな粉ですね。これを小さじ2杯と、あと水を、神社の井戸水を250、したらこれ飲んでいきます。ちょっと今から神社行って水汲んできます。2杯目作っていきます。スタイル1フルーツミックスですね。これを300、今水汲みから帰ってきたところです。お参りして、でその後水汲んでたんだけど、なんか近所の方がいらして、でまあいろいろちょっと教えてくれてたっていうか、まあ、他にも井戸水汲めるところがあるとか、有機豆乳という話もあったんでね、ちょっと話聞いてたってとこですね。で、あときな粉を大さじ2杯、井戸水もね、雨降った後とかだと味が落ちるんだよね、美味しくない。しばらく雨が降ってない時に汲むのが一番美味しいんだよね。味は全然違うんだわ。タイミングがね、結構難しかったりするんだよね。ちょうどなくなったタイミングで汲みに行くんだけどね、雨、明日は雨だからさ、今日汲みに行くしかなかったっていうやつだね。そしたら取っていきます。次の一杯作っていきます。オレンジですね。これを300。
あと有機豆乳を200。きな粉を大さじ2杯。今日はバイオリズム低くてたくさん飲んじゃいそうだったんだけど、今んとこ平気になってる。やっぱきな粉大きいね。きな粉やっぱりバイオリズムの状態、その時のその日のね具合に合わせて量を変えるっていうのはいいね。これ正解だなと思った。あと水を、神社の井戸水を250。これね、今日なんか地元の方がいらして、で、まあ、教えてくれたんだけど、ここのね神社の井戸水がねなんか検査したら飲料水の適合不可だったっていうね話だね不可なのかよって。不可なんだって思っちゃったけど、でも、まあ、味美味しいもんでとりあえず使うって形だね。まあそんな感じです。そしたら飲んでいきます。酒粕取っていきます。中身酒粕だね。これがあと136かな、残ってると思うんで、158だな。あれ昨日 80g と 84g 取ってるから164だよな。300g 入ってるもんで、あと136だと思ってる。158だな。袋を重いはずはないと思うんだけど、一応まあ測ってやることにします。こんだけ。107だね。107g 取っていきます。ラスト入れていきます。これ1ですね。を250。よいしょ。と、有機豆乳を250。できな粉を大さじ2杯。あと酒粕を残りラスト全部、あらかみ酒粕全部ですね入れちゃうんで、これで全部かな。全部だね。これで全部 46g だね。取っていきます。
酒粕取っていきます。小さいもんのね、あと 150g くらい今日は取れるもんで、うん、残り小さいもんでいこうかなっていうところです。79だね、80ってところですね。ここだけ取っていきます。水入れていきます。神社の井戸水は250、これで750だね。一応まあできたら1000ミリだね、1リットルぐらい取りたいなってとこですけど、無理してまあ取る必要はないけどね。そしたら飲んでいきます。おはようございます。今午前10時26分ぐらいですね。そしたら今日もウイロウリ3回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面と背中、66.5 ですね。血圧測っていきます。111-77です。今日は結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は7時間半ほど寝てます。午前3時から10時半までの7時間半ですね。でジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度正午12時45分頃計測で29度ですね。で湿度は 32%、 エアコンは27度で入れてます。飲んだもの、野菜ジュースが 500ml で、豆乳が900で、果物ジュースは600で、水は750ですね。で合計が 2750ml で、水750のため実質は2000になります。なんで今日も2リッター絶食ですね。2リッター絶食で、きな粉大さじ8杯、今日は多めにとってます。で酒粕は 233g だね。さっきは酒粕少ないね。昨日 304g で、その前563なんで、まあ酒粕がどんどん減ってる感じです。まあ200ぐらいでできたら一番いいかなと思いますね。うん、まあコスト面のコスト面から言ってもね、うん、まあこんな感じですね。尿回数7回出てます。濃さはほぼ無色、あと平均的な濃さ、あと少し薄めとかなり薄め、量は平均的な量ってところです。大便が1回ありました。午後2時頃ですね。色褐色で一部明るいオレンジ色、ラストの方だね。最後の方で出た便がオレンジ色、明るいオレンジ色だね。なんだろうあれ、オレンジジュースかな。なんか妙に明るいオレンジ色だったけどな。あ、なんとも、うん、で太バナナ状10センチプラスチューブとバナナ状10センチで、粒は11粒出ています。で固めで、匂いはなしってとこです。
で、おならはたまにありで匂いはなしですね。まあでもやっぱりね、ミドリムシ通ってた時よりもなんかおならの回数とかね、あと1回のおならのガスの量っていうのかな、そういうのがなんか多いね。ミドリムシ通ってた頃の方がもっとずっと少なかったっていうのかな、出るおならのガスの量も少ないちょっとだし、で回数も少ないっていう形だね。まあこの辺はもっと長い時間かけて様子見ってとこですね。で、今日の計測時刻は午前10時50分頃に計測しています。昨日よりも1時間半ほど早いですね。で、体重 57.05kg、マイナス 0.15kg の減少です。でも今日1時間半早いもんで、昨日と同じ時間に測ったらまたこっから 0.15kg 減るもんで、そうすると 0.3kg の減少ってことになりますね。昨日と取った量は同じなんだけど、なんか今日は体重の減り方が多い。まあ酒かすが 100g 減ったぐらいで、そう影響するとも思えないし、あときな粉今日多めに取ってるしね。まあやっぱ飲食物にはよらないところで減ってる感じですね。で、今日はね、ちょっとね、精神的に割としんどかったんだよね。いろいろあって。いろいろあったし、あとまあいろいろ不安っていうかな、不安とか心配事とかいうのがうわっときたもんで、これ絶対白髪増えると思った絶対白髪増えるよこれと思ったよ。まあ今日はその辺があったもんで、だからじゃないかな。ほいで体重が結構減ってるような気がしますね。で、BMI は 18.0 でマイナス 0.1 の減少です。体脂肪率が 11.0% でプラス 0.9% の増加です。この体脂肪率の数字はちょっと怪しいな。これなんか違う気がする。なんか計測器、体組成計とかの問題じゃないかなって気がするね。実際にこんだけ 体脂肪率が増えてるとはちょっと考えにくいっていうのかな。増える要素がないんだよね。酒粕も少ないし、まあ飲んでるものも量も少ないしね。で、今日は精神的なストレスもあったからね、もうガンと減っててもおかしくないんだけど、増える要素が全然ないんだよね増える要素が全くないんだよ。便は出てるけどな。前もなんか 0.9% 増えた時があったね。8月19日も 0.9% 増えてる。この日も体重はマイナス 0.1kg の減少なんだよな。で、2500でやってて、きな粉大さじ3、酒かす406だもんね。で、この日も大便1回出てる。まあ大便は関係ないと思うけどね。なんかね、で、前のこの8月19日も翌日にはマイナス 0.9% で戻ってんだよ。こんな脂肪がさ、いきなりドンとついてまたドンと消えるっていうのもおかしな話だもんで、なんかこの体組成計が悪いんじゃないかなってとこですね。たまにやっぱ変な数字が出る可能性があるね、体脂肪率に関しては。で、まあこの辺もしかすると、まあ体内水分量とか電気抵抗とか、まあそういうのが関係している可能性もありますね。まあ、脂肪とは関係ないところで数字がおかしくなっちゃってるってことですね。で、血圧は111-77、最高血圧変化なし、最低血圧プラス1なんで、まあ血圧は変わってないですね。脈拍72で変化なし、ウエスト 66.5cm でこれも変化なしってところです。まあ今日の気づき、まあ別に今日気づきはない。で、今なんかね、すっごく体がね、だるいというか、やる気が出ないというか、そんな感じ。ちょっと正直ね、まあ、しんどいというかね、しんどいって言うとちょっと言い過ぎかな、言い過ぎだね。ただとにかくやる気が起きない、なんか全然やる気がしないっていうね、そんな感じだね、今は。だけど、まあ、ちょっともう買い出し行かないとって感じなんでね、一回ちょっとどっかでできたら買い出し行きたいけど、雨がさっき降ってたんで、ちょっとタイミング見てってとこですね。
一応今2リッターでやってて、まあ顔の状態まだちょっと2日なんでね、そうは分かんないんだけど、まあでもなんか少しね、少しずつマシになってきてるかなって気がしないでもないってところです。まあ、あとは体にこの2リッターをまず慣らすってとこだね。慣らす、完全に慣れたら次1.5リッターに持っていくけどね、まず2リッターで慣らすってとこだね。今日きな粉大さじ2杯取ったの正解だったと思った。今日はね、じゃなかったら多分飲んだもの、飲み物の量あるいは酒かすとかが増えた可能性がある。まあ、きな粉取って正解だったってとこですね、今日は。で、一応まあ、豆乳ミックスと豆干ミックス2リッター、この辺が一番いいところじゃないかなと思いますね。これだと1杯少ないとね、だいぶきついと思う。やっぱね、夕方だね、午後3時以降だね、3時から夜までの間、ここで1杯あるかないかで全然違ってくるなと思った。あとはね、最近起きるの遅いからね、もう昼スタートだもんで、まだいいんだけど、これが朝9時ぐらいからスタートになると、朝から昼までの間で1杯か2杯ぐらい欲しくなるもんで。なんで、今睡眠時間が長いからね、長いから、まだ少ない量で済んでるんだけど、これ睡眠時間がもっと減ってくると、ちょっと2リッターだときつくなってくるかもしれない。その場合は、まあ、きな粉でとりあえずしのぐけど、どこまでいけるかなとかっていうところですね。まあ、必要だと感じたら、まあ、2.5とか、まあ、場合によっては3リッターぐらい、まあ、取ってもいいかなと思ってますけどね。まあ、とにかく慣らしていくってところはね、無理せず慣らしていくってところでやっていこうと思っています。まあ、そんな感じですね。で、あとやっぱ本はやっぱでかいと思った、エイブラハムの引き寄せの法則とラムサの本だね。まあ、ラムサが一番大きいんだけど、やっぱエイブラハムの本も必要だなって思った。やっぱ流れに乗るっていうことがね、読まないとね、だんだんできなくなってくるんだわ、流れに乗るってことがね。で、あれこれやっぱ不安とか心配とかいろんなものも増えてくるし、なんかね、どんどんしんどくなってくもんで、やっぱ本は読まなきゃあかんなと思ったね。あと、まあ、瞑想最近やってるんだけどね、何も考えずに呼吸にだけ意識向ける瞑想、あれもまあ正直必要かどうかっていうところもあるけど、その瞑想ってね、結構調べてるとやっぱりね、瞑想はやっぱ大事という人もいるし、すごいっていう人もいるんだよね。で、前にエイブラハムの引き寄せの法則の本読んでて、その本の中でも出てきたんだよ。出てきて、で、その価値の高さっていうのもまあ説明されてたもんで、一応やっぱやらないわけにいかないっていうか、どんなものか知っておく必要はあるっていうとこですね。知った上で、まあそれでも必要ないと思ったらそれはそれで OK だし、やってみたら実は結構使えるもんだったっていう可能性もあるしね。まあ、引き寄せの法則読んでると必要ないような感じだけどね。あとラムさんの本読んでてもね。ああいう瞑想とか必要ない感じだけどね。ただ、まあ、考え方だけ前向くような感じになってればいいっていうね。ほっとする、心がほっとするような状態。もう望むだけでただいいんだっていうふうにも言ってるしね、ラムさんは。まあ、そうすると瞑想は必要ない。あれは結構頑張るっていう感じになっちゃうもんね。瞑想するとね。瞑想の訓練するとね。だけど、どうしてもね、やっぱり良くないことをね、考え始めちゃったりするんだよね。安定した状態にずっと居続けることがなかなかできなかったりするもんで。だから、瞑想が、いつでも完璧にこなせるようになったら、いつでもその安定した状態に持っていくことができるようになると思うから、これはこれで大きいと思うんだよな。そうすると、落ち着いた状態でずっと居続けることができるっていうのかな。自分でコントロールしてね。だから一応訓練してるってところですね。まあ、なかなか難しいけどね、あれ。やっぱどうしてもね、気がついたら、なんか何か考え事をしちゃってるっていうね。全く頭を空っぽにして考え事を一切しない状態を続けるっていうね。だってなかなか難しいんだよ。すぐね、なんか考えちゃうんだよね。やっぱ起きたこと、あったこととかね。ああ、あの時ああしとけばよかったみたいなね。いろいろ考えちゃうんで、気がついたらね、気がついたらなんか考え事してるっていうね。
まあ、この辺はちょっと訓練はまあしていこうとは思っています。訓練した上でやっぱいらないと思ったらまあそれはそれで OK でとかですね。まあ、明日も一応同じ感じでやっていこうと思っています。あの本を読んで瞑想はあのとりあえずちょっと訓練はして、あと買い出しに行って、で2リッター絶食で酒粕はまあ、まあ、300以下ってところだね。今の状態でお腹は割と減っててなんかね元気出ないもんで、まあきな粉は大さじ2杯ぐらい、これは取っていこうかなと思ってるところです。まあ今日はそんなとこですかね。そしたら、絶食494日目完了です。それではまた明日。